性は誰だっけ。あ、シャノンさんか。はいはいはい。昨日誰と言ったんだっけ。シャノンさん。それではお立ちのない方はお立ちください。今日はちょっと時間の関係で賛美歌がありませんけども、6番から、ちょっと音が小さいんじゃないかな。6番からお願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、感謝
神があなたに与えている賜物は、また使命は、あなたがすでに気づいていることとともに、まだ気づいていない事柄がいくつもあります。あなたは自分で自分の神が与えてくださった可能性を狭めてはいけません。主の導きの中で、自分にとってマイナスと思える事柄や、わだわいと思えることさえも感謝しているとき、実はそのことの向こう側に、今まであなたが気づかなかった、発見もしなかった、考えもしなかった、神があなたに与えていた賜物、宝が見つけられ始めるとおっしゃいます。愛する声を、賛美の声を上げ、感謝の声を上げ続けなさい。その時あなたが気づかなかった、あなたの中に私が与えた宝に、あなたは気づき始めます。その宝を用いていきなさい。その時あなたは、あなたの中にある新しい可能性に出会い、喜びと希望を見出すであろうと主は仰せられます。お鶏の声を聞いて、三度いなんだペテロのように、非常な弱さのただ中で、リバイバルをやってくる当主は言われます。それは決して非常にかっこよいこのことではありませんが、そのようなただ中にリバイバルをやってくる当主は言われます。それでもなお、御体の教会に集い、御体の教会にいるときに、このペンテコステはやってくる当主は言われます。あなた方は、目を天に向け、そして主の命じられたところに喜んで踏み出していきなさい。それは必ずしもあなたの願った場所ではないかもしれませんが、そこにあなたを必要としている人がおり、そこであなたを通して振りようとしている人々がいると主は仰せられます。あなたはそこで私のことを分かち合い始めるとき、またあなたは人々の声に耳を傾け始めるとき、実は多くの渇きと求めがあることに気づき始めると主は仰せられます。私はあなたの手を通して癒しを、あなたの唇を通して証しを、そしてあなたを通して私自身を表し、光となってあなたを通して私は人々を照らそう。その光に人々は引き寄せられ、集められてくると主は仰せられます。75番一羽の雀さん、一羽の雀さえも主は心に留められてる。ましてあなたへの愛、深く計り知れない。ありのままのあなたでいい。その主の力が表されるから、感謝捧げ委ね歩もう。主の御手の中で人は何者主にこんなに愛されてる。命さえ捨てられたあなたが輝くために、ありのままのあなたでいい。その力で朝の中、主の力が表されるから、賛美捧げ委ね歩もう。主の愛の中で、ありのままの、ありのままのI'm not afraid of the dark.
私は知っている、私は知っていると主はおっしゃいます。あなたのことをあなた以上に知っている。あなたが自分で自分の気持ちを収めきれず、自分で自分のことがわからない、その奥の底まで私はあなたを知っている。そしてあなたを最も正しく祭殿へと導いていこうと主はおっしゃいます。私の手の中にあなた自身を明け渡しなさい。それはあなたが自由になり、あなたが最善に最高に生きる輝く道であると主は教えます。騙されてはいけません。私の手の中にあなたを明け渡しなさい。それが最もあなたが生かされ、あなたが輝く道であると主は仰せられます。この弟子たちが最も弱くされたそのただ中で大宣教命令が語られたことを思い起こしなさいと主は言われます。もちろんあなた方一人一人がこの弱い時、この力のない時、そのどうしようもないそのただ中であなた方を全世界へと使わし、私の宣教を使わし、福音宣教を成していくと主は言われます。これからあなた方はこの世界へ使わされていくと主は言われます。私の計画はあなたの思いよりもはるかに高く、私の道はあなたの道よりもはるかに高い。あなたはそのことをしっかりと覚えておきなさい。あなたはいろいろと考え計画を立てます。そのこと自体は悪いことではありません。しかしその計画がうまくいかなくなる時があります。そしてあなたの計画が壊れてしまうこと、とどまってしまうことがあります。その時落胆したり諦めたりしてはいけません。その時あなたはそのことを感謝し、そこから始まる私の計画に期待しなさい。準備ができました。あなたの計画が壊れたから、あなたは精一杯頑張ったから、もうあなたはこれ以上どうすることもできなくなったから、だから準備ができました。私に明け渡して、私の計画の中を行き始めなさい。それはあなたの思いをはるかに超える道、あなたの願いよりはるかに高い道である。その道を行きなさい。あなたはこの先のことを本当のところ分かっていません。時代はもっと厳しく困難になっていきます。しかし私の言葉はその中で驚くほど豊かに輝き始め、力強く生きて働き始めるでしょう。その私の言葉によって私の計画の中を行きなさい。それはあなたの思いと願いをはるかに超える道であると主は仰せられます。心を注ぎ出して聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。また特別賛美をありがとうございます。また証の時を心からありがとうございます。また今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。
あなたが神の島根最教会で牧会しておられる数千数万40万を超える主の民をありがとうございます。今からまたオンライン礼拝で今礼拝されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して語り触れ、私の信仰を引き上げ強めてくださって、あなたが用意されている祝福と勝利を豊かに見ていくことができるように導いていってください。語る者を十字架の塩で清め、聖霊で満たし、愛を持って真理をまっすぐに語れるようにとどめ導いてください。信じて感謝してエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度神に感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。